こんにちは、大谷陽子です。今日も今日とて質問コーナー行きたいと思います。多分この動画を出した次の日とかそれぐらいから、北海道に行ってきます。はい、ニセコ花園ヒルクライムさんの取材で、はい、北海道に行ってきたいと思います。関東よりは涼しいかな、どうかな、楽しみです。ではよろしくお願いします。はい、一つ目です。こんにちは、いつも大谷さんの笑顔に癒されながら皆さんの質問への回答だったりイベントレポートだったりを興味深く拝見しています。ありがとうございます。これは自分だけなのかなと最近思ってきたのですが、季節問わず自転車に乗っていると鼻水が出てきます。それほど大量というわけではないのですが、次第に口に垂れてきてしまうので、ジャージの右ポケットにはティッシュが欠かせないのですが、それって何か呼吸法が悪いとか何かあるのでしょうか。もし何かご存知でしたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。鼻水ね、辛いですよね。なんかちょっと恥ずかしいですしね。わかります。私も結構冬は鼻がムズ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 してくるタイプです。でですね、私も鼻水どうなんだろうと思ってちょっとそこまで詳しくないのでネットで調べました。今はネットで調べると何でも出てきますね。運動すると鼻水が出るって調べてみました。多分ですけれど、これは聞いたことがあります。アレルギー性の鼻炎ではなくて、血管運動性鼻炎というものの方なんじゃないかなというふうにお見受けします。多分ですよ。はい、アレルギー性っていうのは、まあ、原因があるものですよね。例えば、花粉だったりとかハウスダストだったりとか、そういったものに反応するんですが、運動血管性鼻炎っていうのは、要はですね、体のシステムの問題ですね。自律神経のシステムの問題です。体が温かくなったら汗が出る、体が冷えたら鳥肌が立ってキュッとなるっていうのと同じことで、体の中の熱量が変わった時に、粘膜が、乾かないようにですね、体内が乾かないように鼻水が出るっていう方の摂理の問題なんじゃないかなと考えます。ラーメンを食べると鼻水が出るっていうのと同じですよね。私の場合も冬は多分すごく体が冷えている状態から運動してこう血流量が上がってハーハーし始めた頃にやっぱり鼻が詰まるので、やっぱり熱が上がった時にこう体の中が乾かないように粘膜が出てるんじゃないかなと思われます。でですね、ごめんなさい、どうしたらいいのかはちょっと私にはわからないんですが、対策はいくつかあると思われます。まずティッシュを持っていらっしゃる、それが一番スマートだと思います。はい、周りから見ても鼻が出てティッシュで拭いてるんだなっていうのはやっぱりエチケットとして大事ですよね。はい、それはいい方法の一つだと思います。あとはですね、ハードに乗ってる時とかでどうしようっていう方はグローブですね。グローブのここのところが、タオル生地になっているものとかもあるので、そういうちょっと拭いやすい系の生地のグローブで、なおかつこうちょっと鼻がついてもあまり目立たないような色のものとかだと、ちょっとした鼻だったらちょんちょんって拭いていたりはしますよね。あとはリストバンドとかですね、そういうタオル系の生地のもので、ちょっとだったらちょっとって押さえるっていう人は割といると思います。あまり人にこう見せられるものではないですけれども、まあダラダラ垂らしておくよりはいいかなっていうところですね。あとはですね、手鼻を噛む方もいますね。走りながらこうふっとやる方がいるんですが、それは人が絶対に周りにいない時に私はやるべきだと思ってます。周りの方がやると私はすごくうわーってなっちゃうタイプなので、まあ個人差はありますけれども、ティッシュという今の方法が一番多分スマートで、あとはそういうのでちょっと抑えるっていうところですね。あとはそういうふうに体が乾くのを抑えるためっていうことであるのであれば、水分補給とか、あとはまあ自律神経の問題だとしたらちょっと呼吸でも整うのかもしれませんが、ちょっと私も調べてみますね。とりあえず出てきたものをスマートに片付けるっていうのが、まあ、みんな出てくるものですからね、いいような気がします。ごめんなさい、あまり答えになってませんが、はい、ご勘弁を。次行きたいと思います。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。バイク乗りはスプリンター、クライマー、オールラウンダーと大きく分けて3つに分かれると思いますが、例えば自分でクライマーと思っていたけれどオールラウンダーだったという人もいると思いますし、自分の感覚以外でどのグループに属するのかといった目安は何かあるのでしょうか。はい、ありがとうございます。私はここはあまり詳しくはないですね。はい、ただ私自身は自分はヒルクライムが好きなんだけれども、クライマーじゃないよねって一緒に走ってる方とかに言われることはまあまあありますね。はい、
多分このスプリンター、クライマー、オールラウンダーって書かれてるんですけれども、あとはルーラーとかね、いろいろありますよね。はい、まあ、どういうのが一番得意っていうのは、自分の感覚でもあるでしょうし、あとは、周りの仲間とですね、特にグループで、ちょっと実践形式っぽくトレーニングを積んでいたりとかすると、あ、こういうところで最後踏める地足があるのはスプリンターだなとか、あとはこういうところで、うまく回せているからさすがルーラーだなとか、なんかそういう言い方を皆さんされているように思います。プロの選手とかそういう方々がどこで分けてるのか分かりませんが、多分そういうなんて言うんでしょうね、体型とかももちろんあると思うんですけれども、そういう実践形式で走った時に、どういうところでをやるなって思われるかとか、そういうところですかね。ごめんなさいね、なんか今日ダメだな、全然わからないや、はいって思います。私の場合はですね、そんなに骨格的にも細々してるわけではないですし、割とクライマーじゃないのかもしれません。ただ自分の感覚以外でっていうんですが、私は一番大事なのは自分が何が好きかかなと思います。今後実業団に入るとかチームで走るとか、そうなってくるとやっぱりあなたはスプリンターなのかとか、その人の特性っていうのはすごくそのレースの結果とか、まあ、チームで戦う上の戦術としてすごく役に立つでしょうけれど、個人で走る分には、自分がどれであるというよりは割と自分が得意なものを伸ばしていく方が個人的には好きですけどね。今日ダメだ、全然答えになってないや、ごめんなさい。以上です。はいはい、3つ目です。大家さんこんにちは。こんにちは。ロードバイクに乗り始めて早5年半が過ぎました。おう。普段はどちらかというと街乗りが中心で、だいたい1日 20-30km 程度走っても 70-90km ぐらいなので、時々ロードが欲しいなと思うことはありますが、クロスでも私なりに満足しています。そんな私が思わず勢いで9月8日のツールド日本富士山ロングライド 130km コースにエントリーしてしまいました。おお、アップダウンありの 130km の距離は未知の世界です。そんなロングライド初心者の私にこのコースを完走するための良きアドバイスなどいただけたら幸いです。はい、ありがとうございます。富士山ロングライドなんですけれども、私も話を聞いているだけなんですけれども、一応コースもさっきネットで確認をしました。この 130km コースなんですが、走る場所は標高 800m から 900m あたりなんですが、安心してください、ほぼ平坦です。はい、富士五湖ですね。山中湖とか川口湖とか、富士五湖をぐるぐるっと巡るんですけれども、標高が高いエリアなんですが、そこ自体の、走ってる最中の標高の変化というのはほとんどありません。一応確認をしたところも、標高差が 100m 以内なので、ほぼフラットだと思っていただいて結構かと思います。でですね、コース自体も、割と走りやすいと思います。湖の周りをぐるっと回ったりとか、そういった形の道が多いので、どちらかというと山中湖とかサイクリングコースついてますしね、楽しいサイクリングだと思います。70-90km 走っていらっしゃることがあり、なおかつ普段に 30km 走っているのであれば、体力的にはそんなに問題はないと思います。ただ 130km ということで、普段走るよりはやっぱりプラスアルファの分がありますので、結構そこからその未知の部分って結構どっと疲れが出たりするんですよね。なのであんまり初っ端からペースを上げすぎずに、割と普段走ってらっしゃるペースで一定に、あと補給をちゃんと切らさないようにちゃんと映像で食べて、走れば、完走できると思います。クロスバイクで70-90km 普段走ってらっしゃるって結構体力ありますよ。なので大丈夫だと思います。ぜひぜひいい時期ですからね、楽しんできてください。はい、では以上です。本日の投稿いいなと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。質問は、概要欄の質問箱の方からお寄せください。今日みたいなこんな感じ の頼りない回答が多くて申し訳ないんですけれども、これぐらいでもいいよっていう方はぜひぜひお寄せいただければと思います。では以上です。また。